岡村よろしくお願いします。今日は何ですか？はい、今日は馬肉です。珍しい。珍しいですよ。なかなか馬肉食べないじゃないですか。はい、たまたまあのローソン100で見つけたんで。缶詰ではあるんですね。うん、これをちょっと一回味噌ラーメンにしようか。濃いものには濃いものぶつけた方がいいと思うんで、これでガツンとガツンとこう合わせてやる感じですね。ちょっと開けてみましょうか。じゃあ、はい、どんなもんか。そうですね。はい、おお、結構入ってますよ。おお、ボリューミー。馬肉ちょっと味見しますね。はい、あ、甘いですね。これは多分合わすとこっちが勝ちますね、こっちの。だからちょっともったいないですけど、肉だけ使いますね。早速やっていきますね。はいはいはい、トモのごとく大さじ1杯油、馬肉油作ります。香りは出ると思うんですけど、そんなにガツンとくる香りは出ないと思いますよ。でも香りも大事なんで、これちょっと、あ、これ結構ね、塊かと思ったら平肉ですね、みんなこれ。ちょっとじゃあ、結構火が回りやすいんで、さっとやりますね。ちょっと香りが立ったら、野菜を投入していっちゃいますね。で、次火かけていきますね。さあ、これコラーゲンじゃないですか、これ。油身じゃなくて。ちょっとグツグツいったら早めに、ちょっと早めに弱火にしますね。今一番弱火です。あ、香りが来ましたね。あ、もう大丈夫です。これはい、香り出ました。じゃあこのまま野菜投入します。はい、はい、おお、野菜投入した時は強火でお願いします。はい、はい、強火にします。強火で僕は短めにやるのが好みですね。まあ、こんなもんですね。見た感じちょっと半生みたいな感じ。はい、うん、で、水投入します。一旦切りますね。さあ、入れます。はい、そして味噌入れますね。味噌入れます。なんかちょっと味噌が食べなさそうな予感も死んでもないんだけど、味がついた場に具があるんでちょうどいいかもしれないですね。温めながらかき混ぜます。はい、味見しましょうか。はい、うん、いいですね。うん、いい感じですか。うん、いい感じですね。はい、火消しますね。はい、投入しました。はい、タイマーオンしますね。はいはい、じゃあ湯切りしますね。はい、はい、入れます。結構あっさりめですね、この味噌ラーメン。もともとがそうなんですね。もともとがあっさりめの味噌ラーメンですね、これ。でもいいっすよ、これ。ほら、どうですか。かなり美味しそうっす。どうですか。馬肉缶味噌ラーメンです。完成しました。これも思惑通りですね。馬肉の風味が出てますね。うん、馬肉の味出てます。うん、馬肉いきますね。うん、まあですね、馬肉と味噌ラーメン合いますね。あと思った以上に馬肉の味しますね。うん、これはおすすめですね。じゃあいただきます。はい、どうぞ。ちょっとスープいただきますね。はい、あー、確かに意外とあっさりしてますね。もうね、やっぱベースの味噌ラーメンがね、うん、あっさりした味噌ラーメンなんですよ。ちょっと麺いきます。うん、味噌がすごく合う。もう味噌チョイス大成功です。美味しかったです。はい、うん、ごちそうさまでした。馬の特徴が出てますね、意外と。うん、うん、今日の得点は何点でしょうか。これも90点。はい、90点。思惑通りだったんで、はい、90点です。うん、はい、思惑以上だと90点以上いくんですけど、思惑以上ではなかったですね。僕の考えた通りぐらいなんで90点ですね。まあ、思惑通りだったことは、ね、再現性もすごく高いんで、皆さん真似しやすいですね。そうです。
僕が一発でできるってことは、あの皆さんが作っても多分作れると思いますよ。いくらあのラーメン職人だといえども、初めて作った時は大体失敗するんで。でも、まあ、初めて作って一発成功するってことは、なんじゃこれみたいなのはできないと思います、うん、はい、今日も、はい、ありがとうございました。やりきりましたね、今日は。やりきりました。あ、もう通りに。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、今日も思惑通りのラーメンができました。想定外のもやっていきたいと思いますんで、皆さん、もし面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた、ぜひ見てください。さようなら。